どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、2023年の4月の12日よりですね、JAL がね、新運賃に変更になります。ということで、今回はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、2023年の4月の12日よりですね、JAL が新運賃ね、変更になるわけなんですけども、まだまだ先だろうな、なんていうふうに思ってたんですけども、もう気づけばですね、この動画出てるのが4月の11日っていうふうになりますんで、明日よりですね、この JAL のね、新運賃開始になりますということで、JAL をね、普段利用されている方だったり、まあ、修行等々ね、利用されている方、かなりね、影響あると思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければ いればなと思います ということで内容に入っていきましょう。公式サイトね、こういった形で新しくなった国内線運賃のご紹介ということで、公式サイトもね、えー、ありますので、概要欄に載せておきますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まずですね、新運賃に開始になるとですね、まあ、こちらのサイトはね、非常にシンプルになるみたいなね、まあ、そんな感じで書かれているんですけども、まあ、実際にはですね、細かい運賃は残っておりまして、まあ、一部ね、配信になるわけなんですけども、運賃設定自体はこういった感じにね、変更に、 なるんですよ、ね、まあ、今であればですね、往復運賃はフレックスになって、往復割引は往復セーバーになって、特便はセーバーになって、先得はスペシャルセーバー。で、株主割引はそのままですね。で、お供でイル割引は廃止になるっていうね、まあ、こういった形になってるんですよね。まあ、ここら辺がね、皆さん一番利用するのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、このフレックス、往復セーバー、セーバー、スペシャルセーバー、あと株主割引。まあここら この辺はですね、覚えておいていただくとね、今後も利用しやすいのではないのかなと思います。またね、今やっている JAL スマイルキャンペーン、今日付区切ってねやられておりますけども、まあ、こういったですね。 割引の運賃がですね、今ね、プロモーションっていうね、こちらのちょっと赤字にはしませんでしたけども、新運賃設定でね、あの、されておりますので、ま、あこのセール、JAL のね、セールは今後もこのプロモーションのね、えー、なっていくと思いますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。またね、この往復セーバーっていうのはですね、フレックスセーバー、スペシャルセーバー、ここら辺を組み合わせた場合でもね、この往復利用していただければですね、さらにね、5%オフに、ねえー、なるっていうふうになりますんで、 これはね、非常にいいですよね。 で、またですね、お供でマイル割引、こちらに関してはですね、利用された方ね、結構いらっしゃると思うんですけども、4月の11日をもってですね、こちら終了っていう風になりますんで、この点もね、覚えておいてください。またね、承認運賃自体はね、廃止になるんですよね。で、その廃止になる代わりにですね、ディスカウント制がね、導入されますよということで、お子様がね、いらっしゃる方はね、ぜひ覚えておいていただきたいんですけども、これまではですね、先得特便などの割引から承認割引、 はなしっていう風になってたわけなんですけどもこれからはですねスペシャルセイバーとかセイバー運賃からもさらにね値引きまあディスカウントねいたしますということで一応これ最大だと思うんですけどもえ25%オフでねこれからは利用することができるって言った形になってるんですよねでこのディスカウント制度がですね導入されているのがまあこういった形になっておりましてフレックスとかね往復セイバーとかセイバーとかはディスカウントがねえ利用することができるっていう風になっておりましてまあこれねえ承 運賃以外にもですね障害者割引だったり介護規制割引とかねここら辺も利用することができるっていった形になりますで次にですね予約変更とか払い戻し手数料とかねまあ、こういったところなんですけどもこちらねフレックスセーバースペシャルセーバー往復セーバーになるわけなんですけども、まあ、こちらねフレックスであればですね予約変更ができて販売開始が330日前の午前9時半からで予約期限が搭乗日当日までで購入 期限が予約後72時間から出発時刻の20分前で払い戻し手数料は 廃止っていった形になります。で、こちらね、払い戻し手数料はね、廃止になるんですけども、え取り消し手数料ということで、出発の55日前からは手数料かからない。出発の54日前から出発前までも手数料かからない。出発後に関しては、運賃額の約20%相当が、この取り消し手数料がね、かかってくる。まあ、これはフレックスの場合ですけどね。まあ、こういった形になります。ですので、まあ、フレックスセーバー、スペシャルセーバー、オフセーバーはね、ありますけども、まあ、こういった感じでですね、予約とかね、 ラエモンシですね。各運賃別にですね、設定されておりますので、まあ、ここは結構ね、重要になってくる部分があると思いますので、ぜひね、この点は覚えておいていただければなと。 思いますまたですね、航空券の購入期限ということで、4月11日まではですね、予約日を含めて3日以内っていう風になってたわけなんですけども、2023年の4月12日以降の登場分からは、予約日時と予約便の出発時刻により、時間単位で航空券の購入期限をですね、3段階でね、設定いたしますということで、こういった形になってるんですよね。まあ、かなりね、細かく設定されておりますので、変わるっていうことはですね、ぜひね、覚えてお いていただければなあ。なんていう風に思います。またね。オープン券の廃止ということで、搭乗区間のみね。指定して搭乗便をね。予約しないね。あの購入方法はね。 あるんですけども、こちらに関しては、2023年の4月12日以降ですね、こちらね、廃止になりますんで、この点もね、ご注意ください。で、またですね、予約残数と連動した運賃設定ということで、瓶ごとにですね、予約残数に応じて、同じ運賃であっても、予約するタイミングによってですね、人数とかによって、この運賃がね、変動する制度はですね、こちら導入されるっていうふうになりますんで、あの、最終的な込み具合の予想値で、この値段がね、あの <laughs> 設定されるっていう風になりますんで公式サイトにねまあ、こういった形に書いてあるんですけどもこちらね購入するタイミングによってですね運賃変わっていくっていう風になりますんでまあ、この点もね一応覚えといていただいた方がねいいのではないのかなと思います またね、運賃適用基準についてということで、航空券の購入時点に設定されている登場日に有効な運賃が適用されますということで、これはね、どういうことかというと、仮にですね、8月10日の JAL の308便をフレックスで3万3000円で購入したとしますよね。 で、これをですね、購入してから5日後にですね、やっぱりちょっとね、時間を変えたいということで、同じ日の別時間のね、航空券に変更したとしますよね。これがね、もともとフレックスで3300円で購入してたものが、予約を変更したことによって、フレックスで35000万 5, 円に設定されてたとしますよね。まあ、この場合にですね、2000円差額が生じますよね。これをね、 追加もしくは返金のね、あの調整を今後はいたしますっていう風になりますんで、3万3000円で航空券買ってて、時間をずらしたらですね、運賃がちょっと高くなったり、まあ下、下がった場合はですね、こちら、返金追加がね、生じるっていう風になりますんで、これもね、ちょっとわかりづらい部分もありますし、またフレックスっていうのは予約変更可能な運賃なんですよね。にもかかわらず、このね、差額が発生した場合にはですね、お金が請求される可能性があるっていう風になりますんで、これはね、ちょっと と覚えいいいた方がいいですねこれねちょっと知らないとね後々イラッとしてしまうかもしれませんので、まあ、こういうのはね適用されるっていうふうになりますんでこの点もね 覚えておいてください。で、次にね、乗り継ぎ運賃も新しくなるということで、イメージはね、こういった形になっておりまして、AB 運賃と BC 運賃、まあ今までね、A から C に行く場合ね、お金払ってたわけなんですけども、まあ今後はですね、A から C の運賃がね、適用されるっていうふうになりますんで、まあ今までよりですね、このね、運賃に関しては、 お得にねなる予想っていう風になっておりますので、まあ、この点もね、覚えとくと便利にね、利用できるかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、覚えといてください。 はい。ということで、ここまではですね、運賃系の話っていう風になっておりまして、この次にはですね、マイレージ関係ですね、こちらも4月12日からですね、大幅にね、変更されるっていう風になっておりまして、まずね、国内特典航空券ですね、JAL マイルを使った、こちらはですね、国内線特典航空券プラスの導入ということで、今までのですね、必要マイル数にですね、追加して予約残数に応じて追加してね、マイルを払うことによって利用することができる っていう風になります、まあ、今も国際線で、導入されているわけけなんですけどもますでまたね、ゾーンの刷新ということで、まあ、今まではですね、A から C3 つにね分かれてたわけなんですけども、こちらね、A から G まで7つのゾーンに、ね、変更いたしますっていう風になりますんで、こちらね、公式サイトね、あの概要欄に載せておきますんで、気になる方ねえ、見ていただければなと思うんですけども、まあ、E ゾーンであればですね、こういった形になっておりまして、基本 マイル数が8000マイルプラス時最大が33000マイルということでこれ東京から札幌とはねまあ必要マイル数になるわけなんですけれども普通席であればまあ8000マイルから33000マイルこれがプラスの最高時っていうふうになりますねでこのページで,ですねクラス j であったりファーストクラスとかはねまあ必要マイル数とかもね見ることができるっていう風になりますのでまあこの必要マイル数に関してはですねちょっとね今後ブログとかでもねまとめたいななんていうふうに思ってますのでまたねでき ましたら概要欄とかあの LINE 公式アカウントがね流したいななんていう風に思いますのでぜひねチェックしていただければなと思いますで次にですね JAL のね国内特典航空券の予約変更についてということで4月12日以降はですね JAL の国内線の特典航空券は変更ができなくなりますこれがね一番の大きなニュースになりましたよね。 はい。ということなんで、4月の12日以降はですね、予約変更不可っていうふうになりますんで、もしね、航空券、特典航空券でマイルで取った場合に、あ予約変更したいなって思ったら、一回キャンセルして、 取り直すって言った形になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、こちらに関してはですね、今までね、この払い戻し手数料っていうのはですね、今まで3100円だったんですよね。まあ、これがですね、4月12日以降から1名1特典航空券につき、この取り消し手数料っていうのはですね、1000円にね、変更になりますんで、少しね、安くなりますんでね、この点も覚えておいてください。またね、国内線旅客施設使用料ね、適用開始ということで、4月12日 以降ですね国内線の特典航空券 JAL カードナビ割引国際線の特典航空券のワンワールド特典航空券に含まれる国内区間ですねこちらに関しても PFC ね請求されるようになりますんでこちらもね覚えておいてくださいこちらねクレジットカードで支払いが必要になります またね、JAL カードナビ割引についてということで、従来ですね、こちらね、あの、使用マイル数が1区間ね、3000マイル、2区間6000マイルでね、今まで一律で利用することができてたわけなんですけども、こちらはね、4月12日以降からですね、変更になりまして、えー、一律ではなくて、基本マイル数の一律50%オフっていうふうになりますんで、まあ、これはね、あの、利用されてからすると、めちゃくちゃ大解約だと思うんですけども、まあ、こういった形になりますんで、この点も、ね ね、覚えておいいくださいまたね、こちら、特典航空券ね、変更不可になるということで、ご搭乗日の当日空港においてですね、予約の便の前の便、まあ早く空港に着いてしまって、同区間のですね、あの空席がある場合でもですね、こちらね、予約変更はですね、チェックインカウンターとかでね、利用することができないっていうふうになりますんで、これもね、覚えておいていただければなと思います。またね、マイルの積算運賃に関してなんですけども、4月11日 までででと4月12日以降ですねねこういった感じでねあ、重要な部分ってなるのは、やはりね、プロモーションの部分がね、結構わかりづらいかな、なんていうふうに思いますので、まあ今後ね、JAL のセールに関しては、これのね、運賃級プロモーションになるわけなんですけども、 こちらね、あの、積算率50%っていうふうになりますんで、まあ今まではですね、スーパーサキトクとかね、利用されてた方であっても、こちら75%ね、ついてたわけなんですけども、今後はね、えー、セールに関しては50%っていうふうになりますんで、この点もね、覚えておいてください。またね、どこかにマイルの往復がですね、6000マイルから7000マイルに変更になったりですね、またね、自動チェックイン発見機で取り扱いを終了するサービスっていうのも、こちらね、発表されております。 まして gmb カーードドののの各種お手続き航空空券購入領収書の発行アッップグレード空席席予約変変更更チェックイン後の座席変更ということでここら辺もですね、自動チェックイン機で4月12日以降ですね、JAL も利用することができなくなるっていうふうになりますんで、まあ、JAL に関してはですね、このタッチゴーっていうのが今もね、残っているわけなんですけども、これどうなっていくんですかね現時点ではこの JAL のタッチゴーって残ってるんですけども、まあ、ANA はですね、 前日ねねススキップサービス終了させましたよ、ね、もしかしたら ANA 同様にですねアプリメインでねあの利用していくようになるかもしれませんのでまあ一応ねこの自動チェックイン発見機でここら辺のサービスがね利用することができなくなるっていうのもですね覚えておいていただければなと思いますまたね JAL のねアプリありますよねこちらにね記載があるんですけどもアップデートねしていただくとですね4月12日以降はですね空席待ちだったりアップグレード自体はですねアプリでね ででで可能ににになななるっててていいいう風になりますすんでここれれれはねねね非常に便利よも覚えておいていただければなと思いますということで今回ですね結構モリモリで話させていただいたわけなんですけどももしねこれ言い忘れてますよ平井さんみたいなのがありましたらぜひねコメントいただければなと思いますいや本当にね2023年の4月12日以降って結構話させていただいてまだまだだろうななんていう風に思ってたんですけどももうすぐね 来てしまうっていう風になりますんで、特にね、JAL の特典航空券変更不可になりますんでね、ここはね、一番の解約ではないのかな、なんていう風に思いますので、 この手はね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。で、またですね、今ね、私の LINE 講師アカウントで限定案件をね、配信させていただいておりまして、こちらね、えっと、数日前からね、もう配信させていただいてるんですけども、非常にお得な案件になっておりますんで、ぜひね、利用していただきたいななんていうふうに思うんですけども、ちょっとですね、こちら不具合が出ておりまして、スマートフォンでですね、この案件をやると、 会員登録まで進めないっていう事象はね、今起きておりますので、ちょっと申し訳ないんですけども、LINE でね、案件自体の URL は獲得していただくんですけども、利用自体はですね、申し訳ないんですけども、PC でね、利用していただければな、なんていう風に思うんですよね。ちょっとね、スマホでやってしまうと、あの、個人情報を入れていただくた最後にですね、確認するとね、ページ消えちゃったりいたしますんで、これね、ちょっと私も試したんですけども、やってみたらね、ちょっとイラッとしましたんで、 これはね、あの、PC だとね、あの、スムーズにいきますんで、ぜひね、PC で利用ね、していただければなと思います。まあ、私の応援も含めてね、ぜひね、利用していただくと非常に助かります。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ